岸田総理大臣がフランス訪問にあたり、マクロン大統領に手土産として人気漫画ドラゴンボールのグッズを贈ることが分かりました。岸田総理は明日からフランスなどの外遊を予定して、マクロン大統領らにドラゴンボールの食器などを手渡す予定が明らかになりました。政府関係者によりますと、マクロン大統領が大好きな作品とのことで、マクロン大統領は今年3月、作者の鳥山明さんが亡くなった際には X にサイン入りのイラストと追悼メッセージを投稿し、話題となっていました。鳥山さんはフランスでも人気があり、芸術文化勲章を受章しています。